はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。というわけで、今回なんですけども、9月の総裁選に岸田首相が不出馬を表明したということで、まあ、実質的にあと1ヶ月で岸田政権は終了ってことになるんですが、まあ、その会見でですね、少子化対策にも力を入れた、なんてことを言ってたわけです。で、まあ、個人的にはどこがやねんと。 異次元の少子化対策って言ってたけども、今までテーブルに上げては引っ込めてた政策っていうのをもう一回出してきただけ。で、しかもひどかったのが財源確保として国民負担を上げるってことですから、なんも意味ないやんって話なんですよね。で、実際さ、その少子化対策って言っても、子育て支援しかやらへんから、出生数が増えるとはとても思えないと。で、それをさ、いろんな有識者や国民やら世論やらが言ってんのに、こいつらマジで何一つ聞く気ないじゃないですか。 で言うても、その少子化対策って、今日打って明日に効果があるような政策じゃないから、だから早めに打たないとあかんのに、何一つ打たないから、少子化はもう爆速なんですよね。そんな中ですね、少子化において最も必要ないのが、僕は子ども家庭庁だと思うんですけども、こちらの記事、子ども家庭庁6兆円概算要求、子どもの性被害防止へ基盤拡充というわけで、なんとですね、この子ども家庭庁、2025年の予算に6兆円を要求したということで、 正直、厚かましすぎるならみたいな。だってさ、これはっきり言ったら、ただの甘くり先ですよ。まあ僕はそういうふうに思ってるんですけど、ここにつける予算で少子化改善するわってぐらい、こいつほんま厚かましいなってところでねえ、今回はこちら見ていこうと思います。よろしくお願いいたします。こども家庭庁は27日、2025年度予算の概算要求を発表した、一般会計と特別会計合わせ、24年度当初費2394億円増の6兆4600億円。 保育士ら子供と接する職業に就く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS の26年度施行に向けた準備費に22億円を当て、性犯罪歴を登録するシステム整備を進める。保育所や学習塾などで子供の被害が相次ぎ表面化し、子供の安心・安全の確保を強化する。子供の居場所づくりの支援に13億円も計上する。自民党会合で説明した。 日本版 DBS を創設する子ども性暴力防止法が今年6月に国会で成立。学校や保育所など雇用主側に性犯罪歴の確認を義務付ける。性犯罪歴がある人は、刑終了から最長20年採用されないなど、就業を制限させる。性犯罪歴がなくても、雇用主側が子や親の相談を受け、性加害の恐れがあると判断すれば、愛知転換など安全確保措置を取る。 子供が入院した際に家族が泊まり込みで世話をする付き添い入院の環境整備費として1億9000万円を要求すると。というわけなんですけども、まあこれを聞く限りね、まあいいこと言ってるやんって思う人いらっしゃるかもしれませんが、まあはっきり言って騙されてると僕は思いますね。まずまあ冒頭でも言った通り、まあこの省庁自体が僕は必要ないと思うんですよね。これ子供家庭庁って、 元々ね、子供庁っていう名前だったんですけど、なんか知らんけど、家庭っていうのがついたんですね。もうその時点でさ、まあ、ツ,ツボっぽい匂いするじゃないですか。でまあ、それはさておき、そもそもなんでこんな省庁ができたかっていうと、書かれてる通り、まあ、少子化っていうのもあるんですけど、子供のことってさ、まあ、いろんなところでたらい回しされるっていうことがあるらしいんですよね。例えば、学校のことは文部科学省、公園は国土交通省、まあ、小学生が公園で何かの事件に遭遇した場合、事故にあった場合、どこが責任取るんだって、 言ったら政治家の連中は基本的には責任取りたくないわけですから、文科省はこれ公園で発生したことなんだから国土交通省の管理でしょと、でも国交省は、まあ、これ小学生の話やねんから、学校のも含めて文科省の対応でしょと、まあ、そういうふうに責任のなすりつけがあるわけですね、でもそのさ、関係者であるその小学生からその親ですよねは、じゃあどこがさ管轄やねんってことでたらい回しにされると。 で、それが良くないよねってことで、そこを一任する。要は、縦割り行政に横串を一本ぶっ刺そうとっていうところで、子供家庭庁っていうのが創立されることになったわけです。言ってること自体はいいこと言ってるなって思いませんでもさ、そんなことする必要ないんですよ。だって、文科省と国交省が責任の押し付き合いなんてするんじゃなく、ちゃんとその定義を決めて、そいつらがちゃんと仕事をすればいいだけやねんから。例えばで言ったら今の例ですけど、それを対応する場所があるわけですよ、きっちり文科省にも国交省にも。 でもそこは責任を押し付け合うだけで何も仕事をしないんだったらそこの部署必要ないですよね逆に子ども家庭庁ができたんだったらそこは削ればいいやんでもそれは置いとくんですよねっていうか置いとかれてるんですよ未だにじゃあその部署にも当然人員を配置しなければならないそのこういう何ていうか天下りじゃないのつまり子ども家庭庁が増やしたんだったらそこの業務を担当していた文科省の部署とか国交省の部署は必要ないわけやけどそれは置いとくんだったらただ天下り先を増やしただけになるわけやん かと言って、子供家庭庁がじゃあ仕事してんのかって言ったら、なんか博物館に子供優先レーンをつけてみたりとか、今の若者を集めて話を聞いてみたりとか、あとは例えばこれですね、既存の25%出会いはマッチングアプリ、国調査、予算要求本格化へということで、4組に1組がマッチングアプリで知り合って結婚した、子供家庭庁が26日に公表したウェブ調査でこんな結果が明らかになった。 道庁は若い世代の結婚や出会いを支援するため具体的な政策について予算要求を本格化させたい考えだ。子ども家庭庁は出会い支援などを検討する有識者会議の中間報告書も公表、民間のマッチングアプリサービスの安全な利用に向けた官民連携や行政による出会い、結婚支援の認知度の向上、地方自治体間でのマッチングシステムの連携の必要な性などが指摘されたというわけで、 少し前にも出てましたが、まあ、婚活支援というやつですかね。まあ、特にこの感じやったら、もしかすると政府によるマッチングアプリっていうこともね、考えられるわけですけど、少子化対策として国がやる政策かって僕思っちゃうんですけど、こんなもん民間に任せりゃいいやん。国ができるところはもっと根幹の部分やろって。とかいろいろ思うわけですけど、とりあえずその最初の記事に戻ると、なんせさ、この子供家庭庁は6兆円を要求してるわけですけども、じゃあその子供家庭庁ができる所得の問題に関してなのかと思いきやですね、 何に使うのかって言ったらこれ、保育士ら子供と接する職業に就く人の性犯罪歴を確認する日本版 DBS の26年度施行に向けた準備費に22億円あってて、子供の安心安全確保を強化すると。まあそういうふうに言ってるわけですよね。え、保育士さんの待遇改善じゃないのって思うんですが、そこじゃなくて、まあこの性犯罪歴を確認するシステムの整備をすると。まあそれがまあメインになってくるのかな。 まあだいいぶ頭おかしいなって僕は思うんですよね。もちろんこのさ、性犯罪歴を確認する、このシステムの導入ということは必要なのかもしれへんけど、そもそもなんでこんな人たちがこの仕事につけてるのって話になりませんそれはこの日本版 DBS っていうシステムがないからですかそうじゃないでしょ。まともな人が保育士として生活ができる状況になってないぐらい待遇が悪いからじゃないですか 要は子供が好き、保育士という仕事も好き。でもその仕事では生活ができない。だから保育士という仕事は諦めているという人がめちゃくちゃいるわけですよ。まあそれは保育士がにも介護もそうですよね。じゃあこの3番目のところだけを改善してあげれば、まともな人は保育士や介護士という仕事につけるわけじゃないですか。もちろん今知ってる人がまともじゃないって言ってることじゃないよ。でも性犯罪歴を確認するこのシステムを導入しなあかんぐらい、 性加害の恐れがあるということを懸念しているのならば、僕はそうすればいいんじゃないのって思うんですよね。要は今の状況は、先ほど言った通り、子供が好き、保育士という仕事も好き、でも、そのお給料では生活できない。だからその仕事につかないわけですけども、でも子供が好きで性犯罪を犯したことがある人は、こんだけ悪条件でも人手不足なんだったら、その仕事つけてラッキーと思う人がいたって不思議ではないでしょう。 だから政政府が財出して待遇改善をすまあそういうことによって、まあ言い方悪いかもしれんけど、良質で優秀な人材だって集まるやろっていうこと。でもこの国ではさ、保育士以外の仕事でもそうやけど、その所得を上げようなんていう政策打たないわけですよ。例えば今回の保育士さんで言ったらさ、待遇改善して所得を上げてやろうじゃなくて、所得が低いから質の悪い保育士がいる可能性がある。だからそれをさ、見極めるシステムを作りましょうなんですよね。 他には運送業なんかもそうですよ。2024年問題っていうのがあるんですけど、トラックドライバー等の運転手の待遇改善をするんじゃなくて、人が集まらないんだったら、安い外国人労働者を入れましょうなんですよね。でなんでってなるんですよ。っていうかさ、こんなシステム整備を進めんだったらさ、そんなもんデジタル庁にやらせろよ。逆にあっこは何してんねん。マイナンバーカードの話だけあっこやってんの。 だから考え方が根本的に違うわけ、いかに安い労働力で現場を回させるかみたいな、やりがい搾取していくかしか考えてないわけ、じゃあなんで子ども家庭庁にこんだけの予算がいいんねんって話にもなってくるんですよ、だからこんな招庁を解体してしまえと思うんですけど、まあ、こういう話をしてるとですね、まあ、この予算の中には児童手当の予算も含まれてると。ということは、児童手当なくした方がいいと思ってるんですかっていう意見があるんですが、なくした方がいいよ、あんなもん。 これは個人的意見ですけど、子育てにおいては、現金給付よりも、無償化の方が大事だと思うんですよね。今って、児童手当で、ま、月1万円から1万5千円もらってると思うんですけど、それって、本当に子供に使ってるかどうかってわかんないじゃないですか。考えたくないけど、児童手当で親がパチンコに行ってるって可能性も否定できないわけでしょそれやったらさ、給食費を無償にするとか、ちっちゃい子やったら紙をむつを無償にするとか、あとは子供が使うベビー用品とか日用品、まあ、それこそ食費でもいいですよ。 まあそれを無償化にしていく。でも食料品、日用品ってさ、何使うか分からへんから、じゃあもうとりあえずそっちの消費税だけを減税していきましょうでいいじゃないですか。ってなれば、それは確実に子供のために使ってると言えると思うんですよね。で、もう一つ、児童手当がなくなれば、年少扶養控除は復活するわけですよ。だって児童手当支給の理由は、年少扶養控除がないからなんですから、児童手当がなくなれば、年少扶養控除は復活する。当たり前ですよ。で、その方がいいもん。で、もっと言ったら、子供家庭庁は2023年なんですね、設立が。 それより前には児童手当なかったんかって話ですよ。ありましたよね。じゃあ子供家庭庁に予算がいってるとは言え、ないならないで、児童手当は支給されるんで、何も問題ない。僕は児童手当よりも無償化の方がいいとは思うよ。でもその予算の中には児童手当含まれてるからいらないってことですかって言われたら、いやいや別にここがなかったって児童手当は支給されますけど、みたいな。根本的に言えば別にいらないと思いますけどって僕は思うと。まあ言うてもさ、え金がらんじゃあ国債発行すれば。しかもこの予算ですね、6兆4600億。 これね、子供家庭庁がもしなかったとしたら、このお金中に浮くわけですよ。で、例えば今少子化っていうことですから、それを子供の人数で割った場合どうなるかって言ったら、大体800万円ぐらいもらえるらしいんですよね。例えば子供1人生まれたら1000万円支給するべきなんて意見があったりするんですけど、それに近い額ぐらいがこの子供家庭庁の予算に使われてるわけです。当然、予算はどんどん積み増されていく。で、少子化は加速してる。ってなれば、 近いうちに子供家庭庁がなくなってその予算が分配されたら子供一人当たり1000万円支給できますやんって言えるんじゃないのまああくまでそれはさ、この後の話になってくるけど、今の段階でもすでに一人800万円支給できるんですよ。8歳まで年間100万円ですよ。義務教育って考えても、16歳まで年間50万円一人当たり支給できるって考えたらすごい額じゃないもっと具体的な数値で言うならば、まあ15歳までね、今児童手当が支給されてるわけですけど、 ま、一年十二ヶ月なので、十五年間で百八十ヶ月ですよ。それを一ヶ月で割ったら、だいたい四万四千円。毎月自動手当で四万四千円一人当たりもらえるんですよ。子供家庭庁がなくて、この予算をきっちり分配できるならばね。だって、ろくなことやらへんし、そもそもここがやってることは、既存の省庁がちゃんと仕事をすればできることやし、この子供家庭庁にだってさ、当然人を配置しなければならないんだったら、それが甘下り先と活してるんだし。じゃあ、甘下り先はなくなるし、子供一人に対してもすごいお金分配できるし、 いうことないですよね。だから、できる前からですけども、やっぱりこの招致は必要ないなと。で、その予算がびっくりの6兆円オーバーってことやから、ここまで無駄なことがあるかと本当に思うというところで、今回はこれで終わりたいと思います。またよかったらチャンネル登録お願いします。以上です。ありがとうございました。